板前レシピ、今回はアサリの柳川をご紹介します。簡単に言いますと、アサリの卵とじです。まず最初に玉ねぎの皮を剥き、四つ切りにしてから約3ミリ幅にスライスしていきます。次にごぼうをささがきにしていきます。ごぼうの太いところに縦に切り込みを入れますと、よりささがきが細く出来上がります。そして鉛筆を削るように左手で転がしながらささがいていきます。もう少し包丁が重いやつですと、より簡単にできます。最後に細く残った部分は千切りにしていきます。そしてごぼうはアクが強いので、一度水にさらしておきます。次に鍋に玉ねぎと先ほどささがいたごぼうを入れて、調味料を入れてしんなりとするまで煮ていきます。水を 50cc、 濃い口醤油を小さじ2杯分、みりんを小さじ2杯分入れます。だしの素を小さじ2分の1、砂糖を小さじ2分の1、すべて最初に入れてしまって大丈夫です。しんなりと煮えるまでに卵を溶いておきましょう。卵は少し白身が残る程度まで溶きほぐします。このぐらいしっかりとしんなりしてきたら大丈夫です。目安としては約5分程度です。そしたらアサリを入れていきます。なぜアサリを最初に入れないかと言いますと、最初から入れていると少し煮えすぎてしまい、アサリが出し殻になってしまうからです。アサリが温まりましたら、先ほど溶いた卵を周りから回し入れていきます。そして卵を入れたら火を止め、アルミホイルで落とし蓋をします。目安としては約2分ほどです。ちょうどいい具合に出来上がりました。真ん中が少し半生ぐらいでちょうど良いです。それではご飯に盛り付けていきましょう。